さんこんにちは、今日は、ノースフェイスの、マウンテンライトジャケットの、紹介をしたいと思います。もういろんな人が一押しアイテムでこれ出してると思うんですけど、まあ、私もすごくこのジャケットが気に入っていて、もう何年も着てるんですけど、今回は、2022年の、確か春夏の時に出た、カラーの、マウンテンライトジャケットになります。サイズは L サイズを買いました。まあ、このジャケットはジップインジップシステムって言って、インナーにいろいろ取り付けて、使えるジャケットで、すごく汎用性の高いモデルになると思います。色は、アンテロープタンっていう色ですね。でジップインジップ、まだ着てないのでちょっとタグついたまんまなんですけど、これは外して着ていこうと思います。インナーはこんな感じですね。でこの内側にもう一本ジップのラインがついてて、これに連結して、インナーにダウンつけたりとか、インサレーション関係のジャケットを連結して、保温効果を上げることができる。でジップもダブルジップになっていて、こういう感じで上までジップが上げれる。でポケットは、1つですね。内側はで袖はメッシュになってます。このジャケット自体、本当デザインも完成されたデザインだと思いますし、この生地の感じとかも結構好きな感じで、ナイロンでちょっと張りがあるような感じで、これ、まあ私はインナーに、ノースフェイスのレッドランシリーズ、ランニングカテゴリーの、インサレーションのフーディジャケットを着て、連結させないで着て、その上からこれを着て、まあ、低山の登山とかですね、アウトドアで使おうと思ってます。まあいろんな人を紹介してると思うんですけども、とにかくこのジャケットが一番完成されてるジャケットだなと思ったので、今回紹介してみました。この上位機種に、機種というか上位のモデルに、マウンテンジャケットっていうのもあるんですけど、当然機能はマウンテンジャケットの方が上なんですけども、ただもうバリバリに使うってなった時に、そんなに機能面ですげえこっちがマウンテンジャケットの方がすごいよっていう風に感じたことはないので、マウンテンライトジャケットの方がおすすめしたいと思います。まあ人それぞれいろんな意見があると思うので、私はそういう風に思いました。まず春先に買うんだったら、マウンテンライトジャケットをおすすめします。